さあ始めていきましょう。スズランの剣ということで、今回は新しく出てきましたココアちゃん、引くべきかというところとね、私は最後ねガチャで出るまで引いていこうと思います。イエーイ。はい、この動画でねココアちゃん引くべきかというところとね、ガチャでどれぐらいで出るかなというところご参考いただけましたら幸いです。それでは早速やっていきましょう。はい、というわけでね、動画投稿の方お久しぶりでございます。すいません、体調を壊しておりました。まあ、だいぶね戻ってはきたんですがね、まだ声がガラガラしておりますのでね、聞きにくかったらすいません。今日からねまた動画投稿を再開させていただきますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、というわけでこちらね、9月の13日から出てきましたココアちゃんですね。ピックアップガチャも出てきております。物語の原風景ということで、9月の26日終日までとなっております。はい、このココアちゃんの性能を見ていきましょう。まずディフェンダーの斧ですね。そして引くべきかというところ、結論から申し上げますと、ぜひ引いてほしい1枚となっております。こちらがね、私が以前ご紹介しましたティアリストとなっております。海外版も含めてね、現環境最強のティアリストということでね、国内外問わずね、10個くらいのサイトから、集合して作ったものとなっております。ディフェンダーの最上位に位置するのがココアちゃんでございます。海外の先行版を含めたティアリスト最上位のディフェンダーがココアちゃんということで、必ず欲しい1枚かなと思います。結構ですね、どのサイトをマイサの完全上位互換とね紹介しているサイトが多いところでございました。マイサちゃんが結構ヒーラーとしても優秀ですしね、タンクとしても優秀だったんですが、それを上回るタンクとヒーラーというところでございます。海外の先行版を含めてティア最上位に位置するディフェンダーでございます。ディフェンダーの最強格ということでね、ぜひとも欲しい1枚かなと思います。というわけで個性見ていきましょう。朝食の幸福感ということでね、これ貫突状態の能力でございますが、ブロックを獲得して HP プラス 20%、ターン開始時に2マス以内の HP が低い味方2名が朝飯を獲得するといったところがあります。でこの弁当という効果ね、これスキル11で手に入るものでございますが、これを効果発動するとターゲットが幸福感を獲得するといったものとなっております。まあ、ブロックはいいですね。はい。火ダメがマイナス 20% ですよ、というところ。正面側面からね、攻撃を受けた場合は、半分の確率で敵ユニットの方を向くといったものでございますと。で、朝飯が大事ですね。バフです。HP を 15% 回復して、デバフを一つ解除するといったところ。行動開始時にデバフを一つ解除するということでね。まあ、強いですよね。そしてこの弁当の効果はですね、それは朝飯の上位互換ということでね、HP を 25% 回復して、デバフを二つ解除するといったもの。そして弁当を発動すると、幸福感というものが得られると。全スキルのエネルギー消費をマイナス1。発動すると、クールダウンがマイナス1ターン。です。というところで、かなりこの能力だけでもね、はい、最強の片鱗が伺えるんじゃないでしょうか。この弁当というのはね、スキル11で取れるこちらですね。ココアの手料理ということで、まあ、バフをかけると同時に弁当を付与するなんていったものがございますと。はい。まあ、ランク11に、で取れるところでございますが、かなり強いですね。あとこれも強い。これ確かランク3だったかなと思うんですが、4つの中から選んでスキルをね、選んで、使えるといったものとなっております。特に一番上なんてね、即時回復がね、戦闘中5回までできるといったところ、かなり雑魚戦、ボス戦ね、どちらも活躍できる能力かなと思います。その1個が下がね、こちらはターンを消費しますが、ターン消費はしますが、HP の 45% を回復してエネルギーを1ポイント回復させる。それが3回まで使えるといったものとなっております。で、下の方はね、まあ、スキルの、バフをかけたりとか、単体攻撃とかなっておりますが、まあ、特にね、こういったね、4つからなんか、使えますよといったところ、ベラちゃんがね、そういう能力を持ってると思うんですが、このココアちゃんに関しては、ベラちゃんと違ってね、選ぶことができるのが特徴ですね。はい、スキルを選んで発動することができるということでね、ベラちゃん結構ランダムでね、出るところでございますが、このココアちゃんは、選んで回復もできるし、選んでバフもかけられるし、選んで単体攻撃もできるということで、ああ、強いですね。はい。そしてですね、こちら、もう少し頑張って、これランク5だったかな？ちょっと後で見ていきたいと思うんですが、なんとですね、攻撃を食らうと、2マス以内の、
HP が低い味方と自分を 12% で、ね、回復するといったものでございます。そして1ターンに2回発動ですね。これがココアちゃんがねディフェンダー最強格と最強格と言われるゆえんでございます。すいません、ちょっと声が出ておりませんが、はい、このねココアちゃんディフェンダー最強格、なぜかと言いますとヒーラーとしても優秀ですし、タンクとしても非常に優秀でございます。それでのね一つがこれですね。もう少し頑張ってのリアクション、攻撃を受けるとなんと1ターンにつき2回ですね、自身と味方を 12% 回復するといったものがございますと。はい、もうこれだけでね非常にね戦闘で倒れにくいといったキャラとなっておりますので、ぜひ欲しい1枚かなと思います。はい、でこちらがね、ビルド例でございます。こちらはねスズランの剣初心者のしおりさんからね、引用させていただいているものでございますが、ランク137に関しては左側、35911に関しては右側を取るとねいいといった、ビルド例がございました。やっぱり特にねランク3のところですねの、選べるなんかこのよいしょ、選べるスキルといったところと、ランク5のこのもう少し頑張って、そしてランク11のココアの手料理、まあこれも強いですね。はい、まあ全部強いかなと思います。というわけでね、まずね引きたいキャラなんですよね。まあただ貫突をするべきかというところですね。貫突はガチャでね頑張ってする必要はないのかなと私は思います。と言いますのも、まあ、もう皆さんね、はい、ご存知の方も多いと思いますが、この記憶の奪還ですね、ここで1日1回ねキャラの突装剤が手に入りますので、ここにねココアちゃんをぶち込んでね、日々少しずつかけらを貯めてあげていくのがいいのかなと思います。私ねリリース当初からやっております、8月1日からやっておりまして、今9月の15日ですね、まあ、ほぼ毎日ですねこの、記憶の奪還をやりまして、今グロリアちゃんがねはい、星1から星3までなることができました。グロリアちゃんね星3になるとねこの移動力がプラス2されますのでね、非常に強いかなと思います。星3の33までねかけらを手に入れておりますので、まあ貫突まではね急いでしたい方はした方がいいと思いますが、しなくてもねいずれ貫突しますので、まあこのゲームはね本当にガチャで星を重ねなくてもできるといったところがね非常に良心的なところなのかなと思います。はい、というわけでねまとめますと、このココアちゃんディフェンダーの斧でございまして、非常に強いティア最上位のディフェンダーとなっております。ヒーラーとしても活躍しますし、タンクとしても活躍するといったところでございます。そしてねキャラのお試しがねこちらにありますのでね、一回ね使ってみて、確か石もね150ぐらいもらいましたのでね、一回使ってみてからで、ね、引くべきかというところ、決めた方がいいのかなと思います。まあでも使った感じで本当ヒーラーとして優秀なんでね、ぜひとも欲しい1枚なのかなと思います。はい、というわけでね、ここからはね出るまで引いていこうと思います。出るまで引いていきます。ついに私もね課金をする時が来たかなと。はい、私今まで無課金でやっておりました。無課金でこちらのねキャラ、まあ割とねリセバラ四天王と呼ばれるキャラはね、イナンナちゃん以外はね持っていたりとかします。ヌンガルも持ってます、エダも持ってますと。無課金でここまで手に入りましたので、まあ課金しなくていいかなと思って今までやってたんですが、このココアちゃんに関しては絶対に欲しい。なんなら私持ってないんですよ、このモモちゃんとかね、リリビア、あ、ノノビアちゃんとかね、もうここも実は欲しいんですけど、まあこのココアちゃんだけに関しては今回ね課金をしてでも出るまで引いていこうかなと思います。はい、今ね私ね天井割れ124回というところで、あ、いつも通りですね、レジェンドの排出率は 2%、2% を当てますと半分の確率でココアちゃんが出てくるといったところでございますと。ね、これ余談ですけどね、ツイッターの方でね、ティードンを当ててね、なんか、はい、これココアみたいなことをね、言い張ってる方がいらっしゃって、それにね、100いいねぐらいついてたのね、すごい私面白かったですね。ティードン、はい、ココアみたいな感じでね。いや、私はね、もう出るまで引いていこうとね、思いますんでね。この10回、20回ぐらいで出なかったら課金確定でございます。というわけで、早速行きましょう。はい、声が出ておりませんが、いやー、行きますよ。今回は本当出るまで引いていこうと思いますんでね。はい、レジェンドの排出率は 2% でございます。このタロットで別に何でもいいと言われておりますが、私はねこの運命の輪でいつもねコルちゃんとかベラちゃんとか出てきた経緯がありますので、運命の輪でいきたいと思います。さあ運命のココア、来い来い。はい、いよいよこっからもう一回、もう一回来い。あー、そうですか。こっからさ、なんかさ昇格演出みたいなのあったりすんの？こっからもう一回光ってみたいなないんですね。なさそうですね。あー、エピックが2枚出てきました。キャンドル。いやー、そっかー。課金確定でございます。いや、
ちょっとあがくこの940で105だから1,2,3,4,5,6,6回ぐらい弾けるのか。はい、これちょっと単発を弾いてね弾きたいと思うんですが、まあまあ出ないよねこれでね。そんな感じでございますと。はい、マイティーということで、これマイティーって前からいたっけ。なんか私ついこの前ね、一回当ててね、やっと1枚手に入ったところでございますが、もしかしたらまだ見たことないエピックがいたりするのかな。どうなんでしょうか。いやーこれ単発じゃ出ねえよな。単発でなんかレジェンド当てた記憶が今までない気がするんですよね。はい、いや出そうにねちょっと飛ばしていきます。はい、死神のココアちゃんなんてことはね出てくるわけありませんでしたね。あと2回で単発が終わってしまいます。さあ課金確定まであと2回ということでね、もはや課金しようというね気がね、かなりありますが、はい、何を言ってるんでしょうかね。はい、出ませんでした。もう課金確定でございます。はい、というわけでね、初課金でございます。買っていきたいと思います。はい、というわけでね、初課金でございます。6480のね感謝の力ということで15,000円の課金でございます。そして初回チャージでねこれ買っていこうと思います。いやーついに課金しちゃったよ。はい、私ね別のゲームでねだいたい月3万ぐらいね課金するような実況者でございます。いやー、このゲームもそうなってくんでしょうか怖いとこですね。というわけでね、はい、今回出るまで引いていくとね、おそらく、サムネにつけておりますので、引いていこうかなと思います。あと108回以内に天井は一応来ますが、確定ではないんだよね、確かね。レジェンド確定なんで、ココアちゃん確定ではないんだよね。いやー、なんとなく、この辺は運命の場で行きたいなー。なんか、出る気もすんだよな、この辺で。どう？来てください。お願いします。はい、ここまでいいよ。この次でフィアー。あーなー、無理でした。はい、飛ばします。飛ばします。え、待って、ガチャ無限に引けるとなると飛ばしますということが出てくるの、えぐくない？いや、ちょっとココアちゃんっぽいの選ぶ。なんか運命の輪で毎回引いてるんで、いやココアちゃんはやっぱりね希望の星ということで、さあ来い。何言ってるんでしょうか。ココアちゃん来い。いやー来ないか。今回のガチャシーブソーエピックが4枚。いやいらんねんな。でもなエピック4枚はな。待って、15,000あっという間に切るこれ。ちょっと待って、ちょあれだ、念が足りないよ。念がね、念が足りないって言うとハンターハンターになりますけどね。さあ来い、さあ来い、この次来た来た、よしよし、いいぞいいぞ。まずリパーセント当てていく。さあこれで 50% の確率でココアちゃんでございますので、なんか来る気がする。来い。あー違う、お前じゃないどこに来るのこれ。いつもね、いつもさ構えるとこ分かんないんだけど、さあさあ来い、お願いします。ココアちゃん、こ力や身分に関係なく、誰もが皆かけがえのない価値を持っているの。でもまずは自分の運命の手綱を取らなくちゃ。今、またお会いできて嬉しいわ。今出てくんのねえ、あんたピックアップだったじゃねえかよ。あ、もちろんこれ、もちろん、もちろんか、もちろん来い来い。あ、来た。これは探索のしがいがありそう。よかった、出た。なんで今枝出たんね、びっくり。ああ、さすがにね、さすがにね。はい、あーでも2枚抜き、やった、ココアちゃん出ましたはい、というわけで何回で出ましたでしょうか。はい、何回で出た、46回ですね。46回、40連プラス単発6回でね出すことができました。いやー出てよかった、出てよかったけど、なんでだそこじゃねえだろ、引っかかるとこって感じですけどね。はい、見ていきましょう。ココアちゃんね、さあこっからがね勝負でございますね。こっからね毎日記憶の奪還でしっかりね完凸を目指していきたいと思います。はい、初期の個性はこんな感じですね。 HP プラス 20% というところがございません。貫突しますと、あ、てか、2突でね、HP プラス 10%。3突しますと、味方1名が、アスベシを獲得というところはね、味方2名になりますね。まあ、このゲーム、どのキャラもそうなんですけど、星3になるとね、ある程度ね、能力がかなり解放されますので、なるべく星3ぐらいまではね、行った方がいいのかな、といったところがございますと。いやー、やっと出たけど、出たけど、どうでしょう。これね、ビルド例で、1は左側、3が左側、で、5が右側、7が左側、そして、あとは右側といったところが、ね、おすすめとなっておりました。このね、ランク9の通常攻撃に関しては左も強いかなと思います。あ
とは、これですね、はい、こちら、こちらのランク3に関しては、ね、どっちも取った方がいいのかなといったところがね、私の感想ではございますが、皆様いかがでしょうか。はい、というわけでね、今回ね、ココアちゃんね、性能紹介引くべきかというところでね、出るまで引いてみたというところを、ご紹介させていただきました。皆様ね、何で当てることができましたでしょうか。よかったらね、コメント、の方いただけましたら幸いでございます。はい、というわけでね、最後にね、調子乗ってもう10年引いとく？まあ、どっちも持ってないんで、どっちか出たらラッキーみたいな感じで、さすがに出ねえか。あー、もう一回課金しちゃうと、一回課金しちゃうとこうなるんですね。今回欲しいももちゃんはディフェンダーなんで、違う、デストロイヤーなんで、ちょっと吊るし人で、吊るし人ももって言っとく？来い！どう？こっから、あ、はい、皆さんね、欲をかくのやめましょう。はい、というわけでね、今回ここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よかったら、高評価コメントチャンネル登録いただきますと嬉しいです。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。